西暦2020年、地球に突如未知の敵対生物イーバが襲来。その強大な攻撃により世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地もその7割がイーバの巣となった。現存する兵器全てがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は滅亡の危機に瀕していた。しかしついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊アンチが誕生した。アンチの死闘により人類は初めてイーバ・バロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに人類は大規模な反抗作戦に乗り出した。アンチという新たな力に望みをかけた。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーションドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦。これは世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカネスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを捕獲し、イーバ母星へ進行することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心グランドターミナルを占拠するバロン級イーバ、ケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の狼煙を上げろ。全隊、こちらビクター1。全員の降下を確認した。現時刻よりグランドターミナルに向け進軍を開始せよ。虫どもが騒ぎ出したぞ。自分の剣で切り刻んでやれ。歌え。のイーバにはデストロイアタックだ。それ、とどめの一撃を見舞いしてやれ。また強くなった。やっ、それはっ、へやせい。あいだけがクリアのワニ野郎だ。やっせ、やっせ、そこを削り取ってやる。やれ、へっ。あの攻撃は弾くことができなさそうだ。うまく相手の裏側に回り込め。やれ。素早くブーストで近づき、叩き落とせ。当ててられないわね。休んでる暇はないぞ。敵に囲まれたら急いで切り抜けろ。やっ、やっ、へや、やっ、へや、
先グランドターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。ちゃんの登場だ。しっかり可愛がってやれ。まずは左右の首から破壊しろ。HQ こちらビクター1、バロン級ウィーバーケルベルスの沈黙を確認した。諸君ご苦労。Thank you.